はい、今日はベシミッチさん、本名ですか？違います。でしょうね。本当に本名だったらすごいよね。トークテーマがね、仕事を辞めていく男たちっていうことで、うん、付き合ってからその彼氏が仕事辞めちゃう。甘えてもらうかな。めちゃめちゃお金持ってるってこと？私が、うん、持ってない。超いっぱい持ってるから、なんか男、俺別に仕事せんでも働かんでいいやんってなってんのかな。養ってもらおうみたいな。そんなじゃないです、全然普通の人。辞めてどうなるの？それはもう自分がお金払ってあげるってこと？いや、私はそこまでは貢ぎ体質ではないから。じゃないのやん。できない。お二人今まで付き合った人でお仕事辞めちゃって、うん、働いてくれない。一人目はどう、なんで無職になったの？一人目は付き合ってすぐになんかお仕事辞めちゃって、うんうん、でも辞める時に同棲したいってあっちが言って出て、うんうん、同棲も決まってて、うん、大丈夫かなって思ったけど、転がり込みみたいな感じだったの。でもなんでその辞めるって言ったん、彼は、うん、メンタルが病んで。あ、メンタル、うん、メンタルが病んでるから俺ちょっと仕事無理やわって。ブラック企業やったかな。忙しくて、うん、仕事、今の仕事続けたくないから辞めるって言って、うん、転職するって言ってたから。あ、転職ね。そう、うんうん、あ、じゃあ仕事きちんと見つけるつもりがあるならいいかなと思って、うんうん、個人が決めることやもんね、仕事続けるか続けないか。まさか仕事辞めてもうしないって思わないよね。違う仕事に就こうかなと思ったらつかなかった。同棲して何ヶ月かしてもつかなくって、うん、お金は？その人が貯金してて、その人の貯金でいろいろ払ってくれてて、私は最初からなんかその時私が開業する予定があって、うんうん、こっちもお金かかるからお金は払えないよって言ってあったから、あっちはそれでもいいって言って、まあ、でも向こう普通に貯金しとって、うん、メンタルやれたからやめるわって言ってやめて、うん、その貯金崩して生活しとったっていうことやな、うん、まあ、それだけの、ね、まあ、じゃあ生活できる貯金があったんや、うん、まともや。普通じゃないやつ。まあ、ね、貯金やったから貯金やめて、別に女の子のね、あの付き合った子のお金頼ることもなく、うん、自分で雇ったんやったらいい人やな。別れてもたんそれ？え、あかんかったの？なんでダメだったの？次の仕事探すって言ってて、探してたけど、お仕事って研修期間があったりとかして、うんうん、勤め始め残業時間が長かったりとか、あとなんか研修期間で別のところに行かなきゃいけないとか、うんうん、なんかそういう仕事がなんかその人結構多くて、じゃあ行けばって言ったら離れたくないからこれは受けないっていうのがめちゃめちゃ多くて、一緒にいる時間が減るのが嫌だって言って。なるほど。じゃあ向こうが新しい仕事をしようとするんやけども、そしたら残業が多くなったり大変な感じになって一緒におられへんから、うん、一緒におれへんのやったら僕は仕事しないって言って言ってくれたんやな、うん、でもそれが嫌やったんや、うん、働けよって思ったんや。働いてほしい。なんで働いてほしいの、うん、貯金でどうにかなって、うん、てるのはいいんですけど、お金なくなると不安になるじゃないですか、本人も。それが結構こっちに来る。それ言ってね、私は別に一緒の時間が少なくなるのはもう仕方ないと思ってるけども、それでもずっとあなたを愛し続けますので、なのでしっかりしたお仕事して、うん、あの働いてくださいねって言わんかったの。言わへんのよ。ね、言わんと。そう言わんとあかんの。束縛がすごくて。束縛？うん。束縛したすぎて仕事をもう辞めてしまったってこと。だからもう俺はもうずっとお前を監視するみたいな感じだったと。ずっと連絡がつかないと電話してきたりとか。でもだったら別れますって言ったら普通にそれは別れられたんや。別れられなかったです。あ、別れられへんの。結構大変。どうやって別れたん？私がちょっともう束縛とかあったから、うん、もう嫌になってきて、うん、でも実家近かったんで私はもう実家に戻っちゃったんですけど、うん、そこまで離れても連絡めちゃめちゃ来たりして、うん、別れますって言っても結構その後ストーカーになっちゃって大変でした。一人目はこれなんか仕事辞めるだなんだとかじゃなくて、普通になんか束縛系のストーカーやったっていうことで気が狂ったやつだったっていうことで、うん、まあそれは一例として、もうあの監視したいがために仕事を辞めてずっと監視続けたっていうことで、そう、うん、そう。二人目はどうなったの？二人目は付き合う直前に3日後に辞める予定って言われて、うんうん、辞めちゃうって聞いてめっちゃ不安で、前のやつもあるから嫌だなと思って考えたけど、その人も次働く気があるって言ってたからいいかと思って付き合いたいって言われたから、じゃあ付き合おうってなったけど、結構その後全然転職活動もしてる感じないし、
それもどうやって生きてたの、その人は。その人実家暮らし。実家でママに払ってもらってたってこと、うん、多分そうだと思いますね、うんうんうん、仕事辞めろとかって言ってんの、もしかして。え、私は言ってない言ってないけど、辞めたいなとか言われたりとかしたら、あ、いいんじゃないって言っちゃう。次見つける気があるんだったらいいんじゃないとか。もう全く何も働いてなかった、じゃあその人は。その人働いてなかったですね。一回なんかウーバーの配達始めるって言って、なんかいろいろバイクとかバッグとか買ってたけど、買ったのになんか夏に向けての時期だったんですけど、暑いから行かないって。まあ、なんか知らんけど、でも働く男と付き合いたいんやな、うん、俺別に働いてない男でもさ、顔良かったらええねんけど。2人目はなんで別れたんですか。そう、2人目は、うん、2人目もストーカーになったってこと。なんで別れたか分からへんの。ストーカーになってなくて、うん、まあ、仕事を探してるとかって私が結構たまに言うと、うん、なんかプレッシャーだったらしくて、うん、僕はしっかりしたくないみたいな、しっかりしなきゃいけないって思うのがプレッシャーだみたいに言われてって言われて、価値観が不一致やな。じゃあ振られたってこと、うんうん、なんか振られました。それで振られた俺仕事したくねえのにお前うるせえなとって感じですよね、うん、プレッシャーやねん俺仕事とか言われんの。俺母ちゃんに払ってもろうてんのになんかすごい変な人やな。どうプラス、そんなやつと付き合える。全然付き合えるわ。かっこよかったですよ。じゃあいいやん、かっこよくてさ、俺がだって養ったりよ。それはその代わり私の性を全て受け止めること。怖いな、なんかもう怖いな。私が今日やりたいって言ったら必ずやるっていう約束だけしてくれたら全然働かんでもええわ。紐でもいいわ。紐になりたいって言ってた。あ、言ってたの。いい、俺は紐になりたいって言われたらもうビンタするわ、ね、バカ野郎。私は貝になりたいみたいな。働いてる男と出会えるといいな。もう出会ってるか。いや、まだ出会ってない。どういう経営がいい。リスクを負いながらも、まあでも経営、自分で経営している経営者と、正社員で安定した収入はあるサラリーマン、まあまあのお金を持ってて安定性がある感じか、もしくはめっちゃお金あるけど安定性はない。安定性ない、うん、まあそのいつね、会社が何が会社潰れるかもわからんしな。どうやったらどれがいいの。正社員で普通に働いてた方がいいかな。年収なんぼ欲しいの。本当働いてればいいですよ。あ、別に自分にそのお金について欲しい。150万とかでもいいの。自分より低いのは嫌だな。普通に東京で、まあ、300万ぐらいじゃない、多分普通の、うん、300万じゃ生活できんくない。できる。それはあんたが多分贅沢しすぎてるんやわ。できひんよな、300万。いや、できひんってみんな言ってんで。300万言うたらだって月に30万ないやん。いや、300万じゃない普通。なんかそう、そうな、なんぼなん。自分300いくらかなんぼなん本気で答えようとするな。まあでも500ぐらいとか。まあ、でも一番一般的な感じだと。いや、俺分からへんわ、一般的な感じが。今多分500あってまだなんかいい方。あ、500はいい方なんだ。若干含まれるかなくらいだと思う。いや、でもそう、なんか600万はなんか 3% しかおらへんねんな。600万以上っていうのが確か 3% か 5% かぐらい上位らしいよ。頑張ってください。仕事してる人を見つけてください。仕事してる人が見つかるといいですね。何やってる方なんですか、ペシミチさんは。フリーでモデルと振り回してます。犬が好きなん。そうです。犬と男どっちが好きなん。俺大型犬が好きやねん。小型犬が好きやろ。いや、大きい方が好き。あ、大きい方が好き。あの、ダメですよ、そんなこと言ったら。違う意味でございます。